お疲れ様でした。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、番組始まる前にね、うん、家族で近くの神社に行って、うん、小銭が全部なくなってしまって、かりんちゃんに100円借りました。なるほど。忘れてた。そうでした。そうでした。覚えといて。ちょっと言って言って。それでこの炭酸水を買うことができました。ありがとうございます。そうでした。そうでした。それでなんですね。はい。そうなんです。小銭がなくなってしまいまして。そういうことか。はい。2020ですよ。早い。早いね。だってオリンピック2020年とかって言ってたのがもう来ちゃったよ。ですね。でこれ毎年ね、はい、モレスキンの手帳を買ってるんですけど、はい、今年はちょっとこの一日一日をしっかり書いていけるようなっていうやつにしようかなと。ちょうど去年前田裕二さんのメモの魔力っていう本も読んで、はい、あちょっともう一回昔自分もね結構いろんなものメモってたんだけど、うん、ここ最近そういえばあんまメモしてないなと思って、うんうん、もう思いついたこと全部メモしてこうなんて思いながら、うん、早速この全然何も関係ないページのところでブレストとかも始めちゃってるんだよ。ファーマシーコーヒーラボとはみたいな自分の中でブレストやってみたいな。いろいろ考えたんですよ。いろいろ経営的に大変だなと思ったけど、待て待て、そもそも何のために始めたんだっけみたいな、遊び方改革だったり街のハブになる、あそれはじゃあもう実現できていってることではないか、じゃあ自分がやろうとしてることが間違ってはないんじゃないかとかっていうようなこともこうメモも書きながらブレずにやっていこうかななんて思ってるんですよね。なるほど、うん、すごい。で、はい、もともとあとねなんか手帳の使い方みたいな本を昔ね、うん、斉藤隆さんだったかなの本かなんかで、うん、あって三色ボールペンをうまく使いこなせみたいな、でそれぞれの色で予定を変えるみたいな、うん、仕事遊び赤色とか遊びはなんか緑とかっていう、うん、で一回僕もそれを真似て赤色でこう仕事書いてた時があったんだけど、うん、赤で仕事赤字縁起悪いなと思って黒に変えました。そうですね、あ今あーってなりました。確かに。そうでももうちょっとこうすでにありがたいことにいろんな予定が年度内結構入ってまして、おもう今週末です。いよいよもうすぐにシーホース三河のホームゲームがあるので、うんうん、よかったらまだ皆さんまだ来たことがないよって方はね、うん、ぜひウィングアリーナ刈谷で早速年始から試合がありますので来ていただきたいなと。仕事が仕事です。僕的には仕事もありますが、はい、鏡開きみたいなのするんでしたっけ。あ今回やるんだっけな。なんかホームページ見たら、うん、小畑さんの多分去年の写真が、はい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 、多分そう新年の、はい、去年か去年だからお酒を振る舞うっていうところから始めたんだよね、うん、で翌週は天皇杯です。お勝ち進んでいけば12日に決勝がある。お行く前提でもう天皇杯決勝って書きました。であとはですね26日にはセントレアで愛知県観光協会の、うん、愛知チタマーケットっていうのがあって、あそこでまたステージがあってそこで MC もやるので、はいはい、よかったら遊び来ていただきたいなと思います。あとはねその前の日が25日土曜日はジップウェディングのブライダルフェアがありますので、うん、これもぜひあれですね、スーツの子がたくさんが、そうそう、見られる日、本当に数少ないスーツを着る貴重ウェディングの人ね、うん、あとはね22、29とこれ平日ですけどシーホースの試合がありますので、うん、夜ナイトゲームもぜひお越しください、うん、でさらにもう2月も早速だって2、3でシーホース9がシーホースのパブリックビューイングがあって、うん、2月9日はマッシュのダイヤモンドホールのライブもありますね。でさらに2月16、17でシーホースのまたホームゲーム日月とあって、うん、でその週の金曜日から僕はラブイットポートランドスプリングに行ってまいります。なんと、はい、代打の人はまだ発表してないんですか。言ってないんだっけ。うん多分。じゃあまたお楽しみに。そうですね、この日またその次の週かな、だから2月の24日週お休みをいただくので、うん、でまた今回もねまるっとお休みをいただきました1週間、うん、ツアーの時プラスアルファでもうちょっとだけまたね一人でツアーから居残って、お今度はまた一人旅をオレゴンで楽しんでこようかなと。いいですね、いろいろとまたこうやって行くことで次のツアーどこに行こうかとかっていろいろ考えたりしてるんですよ、うん、夏がここがいいかなとか、うん、また翌年ここがいいんじゃないかなとかっていろいろ考えたりしてるんで、はい、そんな下見も兼ねて行ってきたいと思います、はい、
っていうことで、なんかだもうすごいね、結構3月ももうシーホースが立て続けにありますね。4日ナイトゲーム、6、7としてまたゲームがあって、14、15ゲームがあって、28、29とゲームがあってっていう、うん、あとはね3月21日に東別院、名古屋の東別院で人生講座っていうのがあって、これいろいろ人生においてどういう生きるための、これからの時代の生きるためのヒントを学んでいこうっていうことで、うん、なんか今回からお話しいただいたんだけど、うん、小田さん誰を講師に呼んだらいいと思いますかなんていうふうに相談もしてもらって、うちの事務所でその相談しながら、うん、で本棚でこの人呼んでて、この人呼んでて、こうこうこうでっていう中で、うん、この人どうですかって言った方で藤原和弘さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、すごいこのキャリアの三角形を考えていこうっていうことをおっしゃってる方で、うん、一つの仕事で10年やると大体 100人に1人ぐらいの存在になれると、でまた違うことで10年やるとまた100人に1人の存在になれる、うん、でこうやって2点あって、次の一歩を全く違うところに踏み出すと、この三角形が大きくなって、うん、そうすると 100×100×100 の 100×100×100 だから何1、10、100、1000万、10万、100万、あれ俺の携帯だそれまあそう、100万分の1かな、100万分の1ぐらいの存在になれるよっていう、そういう考え方で、それぐらい希少な存在だから、この三角形がでかければでかいほど希少な存在になれますよっていう、まあ、提案をされてる方がいらっしゃって、うん、その方とね対談をさせてもらうので、へー、はい、これ東別院ですけども、よかったらまたそちらもね、うん、来ていただけたらなと思いますが、3月です、3月21日ですね、土曜日です、321だ、はい、覚えやすい。でまたさらに年度明けて、今度4月の5日とかにはパン食いでリレーマラソンがあったり、うん、今のところ予定ですが4月11日に今年初のファーマーズマーケットポートランドリビングも開催しようと思っていますので、うんうん、もうなんかいろいろとすごいてんこ盛りですが、ぜひいろいろと今年もイベントごとに足を運んでいただけたらなと思いますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。ファーマシーコー広場いつからでしたっけ？4日の4日です、朝10時、はい、あの福袋もはいやります、やります。今日の番組でマックのニュースがあって、うん、なんか10個2個なんか入ってんだっけ、そう、金のカードマックカードが入ってるみたいな、はい、その手法パクらせていただきます。いただきます。なんで福袋5個に1個ぐらいの割合でドリンク券を入れとこうかなと思っていますので、うん、そんな運試しにもぜひね福袋を買いに来ていただけたらなと思います、はい、ぜひシーホースの会場に来る前なり後なりに寄っていただけたらなと思いますので、うん、お願いします、うん、ということで今年もこの小畑くんの T の部屋よろしくお願いします。またいいねもよろしくね、そしてチャンネル登録もよろしくね。